バッチリ。検査官が到着したからすぐに再開されるはず。ナイス。足りないものがないかグロリアに聞いてみるよ。で、怪しい計画の黒幕がフィーストを狙ったりしたけど、その1、そこいらが一等地だった。その2、ハーレムにシェルターがあるとなんと犯罪が激減する。犯罪王になりたいんだったら犯罪がなきゃ意味ないもんね。それな。俺たちに込めるけどやるぞ。どうも。ああ、スパイダーマン、どうも。あんたらはいつでも歓迎だよ。ああ、どうも。ところで、水道を直してたら、シェルターの水道も壊れてることに気づいてね。一緒に直しておいたよ。あんたが？検査官が来てね、再開していいって。もう中に入れるよ。ああ、スパイダーマン、ほんといいタイミング。もう結構ギリギリだったんだ。ありがとね。グロリア、マイルズだけど。北支部が再開したって？信じないだろうけど、スパイダーマンが助けてくれたんだ。顔見せてくれてありがとう。いろいろ手伝ってくれたって聞いたよ。当然でしょ。あんたまだ冬休みだろ。新学期にまた会おう。わかった。またね。僕らの活躍で北支部再開。ドリームチームだね。だな。俺はラフトから連絡取ってるボスのこと調べてみる。通信妨害できたら完璧。 OK、 アプリチェックしとく。ありがとう。何してるの？ああ、ほら、あれだよ、ジョギング。また？あなた最近頑張りすぎじゃない？もう少しゆっくりしてみたら？してるよ。ガンケと遊んだり、サンプリングしたり。運動してたと思ったら、すぐに勉強でいなくなるし、うるさく言うのは嫌だけど、心配してるのよ、ミンポ。燃え尽きたって思ったら、ちゃんと相談するからさ。ええ、約束よ。愛してるわ。またね。アディオス、マ。テキエロ。僕が持ってた方がいいよね。
ボードにアンダーグラウンドのロゴが表示されてる。かなり怪しい。アンダーグラウンドのせいでビルボードがめちゃくちゃ近くにいるはず。また信号をたどってアンダーグラウンドの居場所を見つけよう。シグナルはあった。ロックオン。アンダーグラウンドはもっと注目を集めたいみたい。アプリ作ればいいのに。アンダーグラウンド見つけた。よし、ビルボードが直ったはず。必要な時は10分間。
か昼寝タイム。それさえすれば完璧。スパイダーマンは確認、生かして捕らえろ。スパイダーマンは何点だっけ。リサーチラボ、ニューフォームのプロジェクトが始動した場所だ。るはず。あそこから入れそうだな。通気口に高電圧シールド、動力源はどこ？なんとか止めないと。
中に入ろう。電力チャージできるなら逆に電力抜き取れたりしないかな。エネルギー吸い取ったら壊れた。うまくいってびっくり。ガードが来る前に中に入ろっと。武装警備だらけのラボに侵入か。今年のクリスマスはかなりスペシャル。家でゆっくり昼寝してゲームプレイしまくってクリスマスクッキー食べまくってたかったな。どれだろう。スーツがカビ臭くなる。信号を見る感じスマホはかなり下の階か。やるな、マイルズ。ガリガリの割にはいいキックだ。あのおじさん、おじさんがプラウラー？父さんのファイルで見たよ。だろうな。聞きたいことが山のようにあるだろうが、今はここから脱出するぞ。こんな場所に侵入するとはな。目的のもの見つけるまで帰らないよ。いいか、俺はロクソンに雇われたことがあるが、敵に回さない方がいい。ここで捕まれば。なら手伝って。ねえ、親父に似て頑固だな。なら俺のやり方に従え。セキュリティ端末にアクセスして指示を出してよ。
リモートマインだ。足止めされたら使ってみろ。いいな、絶対に捕まるな。レーザー付きの通気口に行け。どうやったの？こういうシステムは初めてじゃない。集中しろ。リモートマイン試してみるチャンスかも。カメラはどうなってんだよ。また停電か？停電はハーレムだけだ。ライノが発電所壊したからな。2エリア以上影響を受けてるだろう。何の音だ？セクターを巡回。何を探してるんだ？スマホ。電波を探知した。かなり下の方から発信されてる。一番深いとこだとリアクターサイロの底だな。じゃあそこに向かう。了解、見つけ出すぞ。ファイダーマンを拘束するぞ。地獄へ道連れ。続けろ。光線に備えておけよ。気絶してるときは可愛いんだよね。その部屋に通気口がある。ラボとリアクターにつながってるはずだ。ニューフォームのリアクター？設計図を見る限りそうだ。君、ニューフォームはまだか？あ、増産しようとしてますが、メイソンがメモを残してなくて。それで？実は橋の爆破で無傷だった容器が一つだけ残ってると聞きまして。もしそれをいただければ。私が持っていれば渡している。もちろんです。ただその容器がないと納期を守るのは不可能だとお伝えしたかっただけで。その容器は私が総力を挙げて捜索中だ。だから今はラボに戻ってすべき作業を続けてくれるとありがたいんだがね。追い詰められてる。それで誰の携帯を探してる？ティンカラーの。なんで僕を見張ってるわけ？お前を守るためだ。光栄に思え。俺を現役復帰させたんだからな。おじさんがプラウラーだなんて。自分の甥っ子が携帯のために命を懸けてるとはな。さっさと済ませるぞ。